ったね、はい、健三さんから全身黒、全身黒でもとりあえずすごいね、今全身黒3人続くっていう。え、じゃあ言うのこれは何ファッションポイントとしてこれつけてんの。何つけてんの。外してない怖い怖い怖い、つけてないのに怖い。はい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 、もうつけろつけろ。言う、その T シャツどうした。これ、マモさんに憧れて買いました。これもう一回説明した方がいい。はい、お疲れでした。大先輩でした。待って待って、聞いて聞いて。やっぱり西さんみたいないいピッチャーになりたいから服から入ろうかなと思って。西勇輝21 丸は何。丸 丸はマウンドの形よこれ。これやばいやばい、何それ。最近お世話になってるから結構、うん、ここら買ったの8ヶ月くらい前だけど。ニッサンね。バカさんどうすか。これ俺リーボック。お酒ハマってるんよ。渋いね。リーボックでスポーティー、ね、スポーティーまとめるっていうのじゃ、ね、あれじゃん、ランドリー出せんじゃん。いや、キャンドゥだろそれ。その理由じゃない。キャンドゥだろ絶対。ダイソー、ダイソー、キャンドゥでしょ。キャンドゥだろ。テントワークはどこで買ったの。メンズか、メンズか、梅田の。キャンドゥ買うのに20分悩んで。かっけー。20分悩んでる。かっけー。じゃあ無理。そのダブリューは何なの。ウィルソン。若槻さんにもダブリュー。でもこいつちょくちょく37の T シャツが着てるんですよ。多いですよ。え、30。え、じゃあ俺違う。33。島田さん。37かも。ちょっとお前マジ一回37の T シャツ着せてよ。着ました。持ってるんですよ。じゃあお前54の T シャツ買え。ある54の T シャツだよ。俺が作るわじゃん。作って。こんなんは絶対着る。着る着る。俺何でもいい。コバさんの D C マルチ話していい。いいよ。コバさんって何？今年1年コバさんのマル秘話。マル秘話。このユニクロの黒のパンツしか履いてない。あ、俺も本当にそれ見た。3本俺も持った。本当に。え、同じズボン3本？そう。3本も。やばいって。部屋にこの黒のパンツしかないって結構やばくない？3本持ってます。ね、いや俺も思ったじゃん。京セラいつも同じズボン履いてました。3本使いますよ。なんでユニクロ。しかもさ、3本でええやん。3本ベルギー生まれやっぱ違うわ。それちょっと、いや、それちょっとじゃない。え、そうなの。え、知らなかった。知らなかった。まああんま言ってない。誰もがご存知みたいな。いや、あんまり、え誰も知らないっす。それ多分気になりますよ、視聴者様は。ちゃんと言ってしまう。ピッチャー全員。マジで。いや、一応ね、出生地はベルギー。うわベルギーの貴公子。からの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 これは違う。これは違う。これは違う。あ、ベルギーの面白い。面白い。全然もんないじゃん。いやいや。いや、今もうカメラの向こうでどっかへ行ってるのに。え？なんすか？あれしゃ。そんなやっぱそんなもんか。うるせえよ。そう、まだ聞いてなかった。お前さっきからこればっか食ってちょ、マジ服装より前に酒蒸しマジ一回食った方がいい。みんなうまいっすか。もうないじゃん。ないないじゃん。もうなんかさ、いや俺のはみんなには食べてほしくない。みんな一個ずつ酒蒸し頼んだ。料理があっちばっかに行くのよ。ないから。いや頼めばいい。頼めばいい。いや頼んでる。料理こい。全部優勝されてそっちに行くじゃないですか。なんか俺が食ってるみたいな。これ何？鳥？違う、魚。多分。いや、これ絶対肉よ。肉だ。肉。ニンニクやった。あ、ニンニク焼きですか？お茶ね。なんもないっすよ。もう、なんか寒いから長袖にして。それでいいんだよ。ニコも。ずるくない？その顔芸。最近ハマってるよね。ハマってる。ね。うん。これ。サマちゃん絶対ギャルやん、好きな女性のタイプ。これ何？なんかみんなに、あ、チーズ巻き。俺すんごいギャルの写真がたまになんかいろいろあるじゃないですか。営業さん？いや、ほーとかじゃなくて。酔っ払ってんの？黒木とかに、いや、僕のコメントが大好きって言ったら、いや、それはない。マジうるさい、今。そうでしょ、みたいな。で、黒木が見せてくる、これ可愛くないって言ったやつ、自分からしたら、本当これはないみたいな。そうだよ、俺が普通で、ばあちゃんが全然おかしいんだから。ギャルの方がいいでしょ、ギャルの方が。あの、絶対金髪系は。コバさん気になんないですか？一回言っちゃえ。コバさん気になんない。確かに、コバさん気になんない。なんか俺そういうのあんま興味ないですみたいな。違う違う、また気合うんだよな。いやでもコバさんの俺の予想言っていい？いいよ。コバさんいつも俺ら後輩からも結構強めに当たられてるから、うん、ちょっと優しくされたらもうそこはイチコロじゃん。イチコロじゃん。でもさ、沢田さんさ、コバさんモテるよね。モテる。だってさ、いつもさ
あのピッチャーのさ、あれ書いてる時とかさ、ふっくらこんなんなってる。本当にモテる。まんざらでもねえ顔しやがってな。こっちの方にやってみてきてマジで。やってまでやってない。またもらっちって。やってねえけどね、そんなこと。な、ちょっと食べれないですよ。俺はこんなにもらったぜみたいな顔して帰ってくる。いや、俺もただ丸顔。カツオか。丸顔が好きだ。丸顔。あ、まあ、こんな丸いのはちょっとあれだけど。